開口一番なんでございますけども、今回はなぜか2番目ということで、いつもより余計に緊張しております。ほんでこの人数がたくさんいてますでしょう。いやー緊張します。ただ一つだけ緊張、僕の緊張を和らげて、かつ兄さん姉さんにつなげる技がありまして、愛想笑いでございます皆さん。もう面白くても面白くなくても愛想笑いですね。高翔さんもおっしゃってましたけれども、愛想笑いで場を和ませていただきますと幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。愛想と申します。やっぱり店員さんですね。店員さん、商売人との愛想が本当によろしいんでございます。この間僕、足袋をですね、着物屋さんに買いに行ったんですけれども、あら、お兄さん、若いのに随分と肩にはまった着物の着方をして、すみません、ありがとうございます。もっといい着物あるから、どうぞお上がんなさいよ、なんて言われて、でもすごい愛想、あれよくね、もうね、20万する着物買わされそうになりましたけども。ただね、やっぱり商売人というのは、やっぱり物をね、愛想よろしく人に物を売らなきませんから、やっぱりね、見合ってても見合ってなくても上手なこと言うんですわ。例えば車、靴屋さんに行きますよ。そうすると、あ、この靴ちょっと緩いな、いやいや靴なんてそれぐらいちょうどいいんですわ、足に食いついとるやつ衛生が悪いなんていうことも言いますし、逆に、あ、この靴ちょっときついな、いや靴なんてね、そのぐらいちょうどいいんですわ、ほら靴なんて履いてるうちに伸びますからな、反対のことも言います。逆に、あ、この靴ぴったりやな、あつらえたようですな、当店の靴は絶対に崩れないで、どれがほんまか分からへんのですよね。いやー本当にもう、ただ今こういう時期でございまして、なかなかそういう直接会話をしながら買い物をするという機会が減りました。ですから私もアマゾンなんかでポチポチするんですけども、まあケチなもんですもん、ケチなもんですから、まあ安いもんを買うんですけど、まあ2、3ヶ月でね、壊れてしまうことがありまして、じゃあ高いもんを買おう思うんですけど、高いからって壊れへんちゅうかって、そういうもんでもないですな。値段を別に反映してるわけじゃないんでございまして、これインターネットを見てますとね、ゴディバのチョコレートがございますでしょ。バレンタインの時には5000円するゴディバのチョコレート、なぜかその状態溶かしたんですね。溶かして、ほんでトイストーリーの肩にはめて、彼氏に何やあれ、ダースのね100円のチョコレートと合わせて、私は彼氏の色反応が一緒やったよって、価値なんてものは分からんのでございます。特に価値のわからんというのは高等品ですね。展覧会なんか行きますと、よく壺みたいなのが並んでますでしょ。こっちに大きい壺がね、20万円って値段が売ってて、こっちにもう一個ちっちゃい壺が40万円って値段が売っております。これなんでこの値段違うのよな、何が、何がって、なんでこっちが20万でそっちが40万、そらあんた当たり前やか、こっちが40万円の値打ちしかないさかい、あ、40万円の値打ちやさかい40万、そっちが20万円の値打ちしかないさかい20万。せやかたんたね、同じような見た目で、ほら柄も全部なんか似たようなもんやわ。でもなんでこの大きいのが20万で小さいのが40万円。あんたな、こんな焼き芋やなんか買うてんのやないのやさかいね。大きいさかい高いってなもんや思えんのや。大きいともそれは20万。小さうてもこれは40万。だからね、どこにその値打ちがあるやつってあたいが聞いてまんねん。こんなもんパッと見たぐらいじゃわからん。こういう価値のあるものはじーっと見ててみながら、このしばらくこの40枚のつもの柄がずーっと浮き上がってくるように見えましたよ。さよか、おーおーおお、えらいもんでな、ずーっと見てたこの40枚のつもの柄がずーっとこう浮き上がってくる、目に入ってくるわ。ああ、やっぱりこれは40万でんな、この20万円のつもなんとなし品がね、ああ、語れへん大きいお相撲さんみたいなもんやわ、なんか言うてましたらね、係員が来ました、ごめんなさい、値段間違ってましたっていうことでございますから、いやー、やっぱり素人目には分からんのでございます、値段なんてものね。ですから昔にはですね、道具屋さんっていう商売がございます。道具屋さん言うても、ほら我々世代でいうドラゴンクエストの薬草とか売ってる人たちじゃございません。今でいう骨董品屋さんですな。そういう人たちが地方の方に行って、価値のあるものを安い値段で仕入れて、都会の方で売るっていう商売がございましたけども、大阪の道具屋さんが紹介書いてもらいまして、四国の川口田舎の方のお寺行ってまいります。あそこには古いお寺の境一つよう見てこいと親方に言われまして、紹介書を書いてもらいます。大阪から電車に乗ったりバスに乗ったり、そっから降りてずーっとまた線路歩いて、やっとのことそこのお寺にたどり着いたんですけども、なるほど古い寺には違いないけども、これという目星もは何にもない、
はあ、えらい無駄足やったなぁと思ったんやけど、せっかく大阪出てきたんや。しゃあないさかい、なんかかさばらんもん、2、3点買いまして。がっかりして、バス停までやってまいります。田舎のあのバス停にはよくあの茶店のようなものがございまして、そこにあの、バスのディップも売ってりゃ、ジュースやとかそんなもんも売ってる、そんなところがございますな。これで、そこの将棋に腰を下ろして、時刻表を見ると、まだ次のバスも30分以上や。はぁ、あ、えらいことしたなぁ、伸ばしてもうだ。あぁ、すいません、そう、冷たい、お茶をくれ、うん、お茶を、はい。はぁ、あ、しかし、いつまでも、暑いこっちゃの、この上も暑いわ、汗かいてきた。はぁ、あこの残暑厳しい中をはるばる四国まで泊まりがけで来てこられるんだ。何の収穫もなかった。えらいことしたな。こんな知らんとこにはなんか珍しいもんもあるんやけど、知らん家へ飛び込むわけにもいかず、えらい無駄坊でもこのまま大阪へはいねんがな、なんかないかんや。ぼやきながらひょっと見ますと、将棋の近くで猫がご飯を食べてる。その猫のご飯が入ってる器がただもんやねん。おい、猫かい。ああ。えらい不細工な猫やな。耳ちぎれとるかな。足っぽ曲がって。あら、まあ、え？あ、猫ら、夢鉢のちゃうや。ほんまもんやな。捨て根に言っても100、いや、2、300万はしようんで、これ。この知らんちゅうな、恐ろしいもんやな。こんなもん、猫に飯食わしてら。来い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 、ああ来い来い来い、ああお客さん、今なの毛が抜けかかっておりますんで、な触ってもろたら手に毛がつきます。ああ、タマ、これタマ、ねえ、わし猫好きね、ああかわいくってな、ああおいでおいで、いやお客さんですか、毛が抜けかかっておりまして、そんな膝の上に上げてもろたら、おべべに毛がついてみます。いや、かめんかめん、わし猫好っけね、ええ毛並みで。いや、猫なんてもう知ってまんねや、賢いもんねんな。愛想で呼ばはる人がな、猫です、猫のこと愛想で呼ばはんで、そら決してや気やしません。お好きな方はわかると見えてな。いや、でもどんな、膝の上にくつろいでもって、もう毛だらけんの大変ですわ。今もう、かめへんかめへん、足猫すっけねん、お前ぐる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 言うて。いや、実はな、うちにもな、これと同じ毛並みのミケがおったんや。いや、うちの家内が我が子のように可愛がっとったんやけども、こないだ死んでしもてな。ああ、これあんたのとこずっと前からおんの。いや、そういうわけだ。あ、そんなとこでしたらな。ああ、そうなんでございます。いや、犬の子でもな、猫の子でもよう捨てに来ますもんでな、ぐるぐるすることがあるんで。ああ、しかし、まあ、畜生でミケもや。ああ、かわいそうな境、あっちゃこっちゃもろてもうたりしましたが。あ、この子だけもらいでかいな、不細工でしたろう、せなんでしょうな。あ、なあ、いついてまいましな、ここにずっと。ほな、うちのババがわがこのように可愛がっとりまんので、ああ、情が映るとえらいもんで、あたしゃ猫なんかあんますっきゃなかったかな。ああ、この子がいつくようになってからやっぱり可愛いもんは思いますわいな。ああ、ほんまにこうたら可愛いな。うちの家内なんも子供がおらんもんってから、ほんまにもわがこのように可愛がっとりゃ、この間ボテッと死んでしまいよってな。あら、泣きよったね。なあ、かわいそうやろ。うんうん。な、この猫くれやな。うちの家内にな、まあ、土産に連れて帰ったったら、ああ、死んだわが子、生き返ったようにって喜ぶ。いやー、でも、うちのおばあさんが留守ですのでな、留守の間に人様に差し上げてしまうって人だと、あとで500キロで、なあ、こっちは毛並み顔なんかそのまんまやがな、うちにおった猫連れて帰ったら、うちの家内喜ぶんやけどな。お前も大阪来たやな。おうおう、にゃ言うたな。よし、まずあの懐入れろ。いや、あのお客さん、懐なんか入れてもうたも大変なこと。ええねん、かめへんかめへん、ぐる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 言うてるわ。よし、ちょっとくれ。よしよし。あのな、あのな、これ、あの、鰹節だやかな。その代わりこの猫くれやな。もう、ぐる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 言うて、わてもよう離さん。こんなそっくりな猫なんちおらんねやさか。そうですか。いや、でも、もしこれ1万円でしたから、こんな大金いただけまへんわ。ええー、ねええー、ね、かつお節代やから、そのおかり、この猫くれえな、もうこのグログロだよって、こんなそっくりなことないねや、高い。そうですか、あんな結構なおうちにもろてもったら、猫も幸せやがやろ。あんたんとこまたなんぼでも捨てに来んねやろ、猫。なんこんな、
えやんか、また違うのをこうたらこんなもうそっくりでゴロゴロなうちになついとるやつおらんのやさかい。そうですか、ほなうちのババがどない言うかわからんけども、ああ猫の幸せになるこっちゃ、ああどうぞ可愛がって おくんなさい。おお、かいがるかいがる。ほんでな、わしこのままシュッと大阪帰るんやないねん。うん、あの途中まだ商売しな帰るんでな、ほら宿屋なんかでね、これ飯やってくれなんか器なんかで嫌がれやん。ああせやからな、ああ、その器って今食べつけてるじゃん。なああ、それな、ちゃっと新聞洗って新聞包んでそれもろてくさかい。あ、猫の器出したらこっちにええのが、ええねえ、もうさっきも言うたやろ、ね、こっちは賢いじゃん。せやからな、そこにある常に食べつけてる茶碗からやないと、ね、飯食わんちゅうことがあるさ。それでええから、それちゃっと洗ってんね。割れてはいかんので、こっちにプラスチックいらんねん、プラスチック。ダイソーのがございますか、ダイソーいらんわや、そんなもん、本当に。もうそれでええねん、もう頼むわ、頼むな。いやこのお皿な、ちょっと差し上げるとは言うわけには参りませんのに。なんでよ。いや、こないしてまっけどな、この茶碗はエコーラ、夢鉢の茶碗といいまして、捨て値で売っても100万や2、300万ぐらいのもんや、まあ飲んで。俺がそんな値打ちもんか。ああそうなんでございます。私はこういうもんが好きでな、量産集めておりましたが、この間の戦争の時にこっちへ疎開してきましてな、なあ帰る気もなしにこっちに根を生やしてしもたんで、ほな量産あったのも覚えて、これだけはな、よう手放さんので明け暮れ目のつくところに置いてましょうな。こって昔は箱もあったんですけどな、それでもまあそれなりなもんでございまして、何でこんな値打ちもんか。先の知り合いなんか、何やろ、もう出ていて、もう毛だらけやわ、もう着物なんて、ね、あったかい、お姉様でしよるぞ、お前つらいだよ、お前こんなしつけのなって、何でこんな高い茶碗で飯食わしとんねん。それがお客さん、面白いもんでな、あこれで猫にご飯を食べさせてますと、ちょいちょい猫が1万円に売れますので。